美しき都をめぐる1200年の旅、京都ぶらり歴史探訪。遥かなる時の中で育まれてきた京都の文化や美しさ、その奥深さに魅了されるのは日本人だけではありません。そこで今回はあるエキスパートと待ち合わせ。今回はですね、いつもと違った趣向でして、京都を知り尽くしているタクシーの運転手さんに京都を案内してもらうと、なかなか面白い企画だと思いますよ。ということで今回は外国人観光客御用達の運転手大島さんに、外国人に人気の場所や知る人ぞ知るスポットを案内していただきます。まずは日本人観光客にはあまり知られていませんが、外国人には大人気という場所へ。やってきたのは華やかな風情漂う日本人にも大人気のエリア、祇園白川。そこから一本北に入った静かな通り。ここはあれですね、骨董とかの古美術が多いですよね。そういう通りなんですかね。そうでございます。京都では一番ギャラリーが集まっている場所として、海外のガイドブックなんかにも紹介されております。海外のガイドブックにも。はい。ジョブズさんもやっぱりここ来たことあります？非常にお気に入りで、かなりの時間こちらで。そうですか。祇園の北に位置する神門前通り、およそ400メートルほどの通りですが、このエリアに骨董品や古美術の専門店が70軒ほども軒を連ねているんです。正俊さんも海外の人がよく来るというお店へ。お邪魔します。うわ、またすごいですね。店内には陶器や茶道具、絵画や装飾品など、ご主人の鋭い目利きによって集められた古美術品が揃います。うわ、これはまた。うちは割と使い用のもんを主力に置いてるんです。もう飾りもんじゃなくて、どうぞ使ってくださいっていう。そうです、そうです。あ、正俊さんが気になったのはこちらの棚に並んでいるもの。これ一体何か分かりますか？これずっと何かって考えてたんですよ。襖の引き手ですよ。ごめんくださいの。こうなってくるともう美術品ですよ、これ。七宝焼きが施された手の込んだ引き手。こういうのもあるかと思うと、またちょっとこう形を変えた。こちらは打った釘を見えないようにする釘隠し。ここまで凝ってやるってのはないですよね。そうですね。はあ。あ、これはあれじゃないですか、刀のつばっていうかね。面白いでしょこれ。面白いですよ。江戸時代の刀についていたつば。やっぱあれですよね、鎌倉とか室町だと本当にこう戦ってたじゃないですか。そうそうそう。だから江戸になると美術品っていうか使わなくて、そうそうそう、ね、見て綺麗なものとかね、美しいものになってくるんですね。それにしても骨董品の価値というのは一体どんなところで決まるのでしょうか？分かんないんですよ。そのどこに価値があるのかっていうのがやっぱり俺ら素人は見て、これはエビなんですけどね。美しい象眼細工が施されたつば。
金でできた立派なエビの細工が価値を高めていそうですが、実はそれだけではありません。触っていただいたら一回ザラザラしてるでしょ。ザラザラしてます、うん、これね、あの七小路って言って、はい、あの一個一個ね、このコン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 と全身に、あのすごい手間かかる、ね、そうなんです。地金全部つけたんですよ。よく見ると肉眼ではわからないほどの細かな地模様が全体につけられています。今では手に入らないこのような手間暇かけた丁寧な仕事こそ古美術の価値なのだそう。こちらは刀を収める鞘につける装飾品。顔の下に伸びている棒を引っ張ると表情が変わる面白い仕掛けが。すごいですね。外人はこういうことよく知ってるんですよ。なんですかね、なんで知ってるんですかね。やっぱり向こうの人で一回東洋美術にハマったら、ハマった人はずっと来られますよね。やっぱり感じるものなんでしょうね。こう、あ、これいいなっていうふうにその思っちゃうといいっていう。こうやって考えるとこの京都でもうすごいものが眠ってるっていう感じしますよね。そうやね、やっぱりね、千年続いた都やね、面白いものがありますね。面白いこともあるし ね。我々日本人がよく見てる風景、これは何でもないんですけど、外国の方が見るととても素晴らしい発見をするんですよね。京都という町がですね、千年以上も都であって、やっぱりいいものも美しいものも集まって、それを金銀にそしてダイヤモンドにして見つけてくれるっていう、そういう関係がすごく今回ですね、日本人が感じなかったことを外国の方は感じてくれるっていう、そんな風に感じました。